どうも皆さんこんにちは、丸川です。今回も歌マクロスやっていきますよ。昨日からシェリルさんのユニバーサルバニー第2弾として、こちらの白ウサギ衣装が追加されましたね。てっきり白ウサギ衣装も星6だと思ったら、こちらは星5ということで、ちょっと引きやすい。なので、白ウサギを10連で引いて、黒ウサギのリベンジをしたい。前回の爆死から頑張って集めてきた800個で引いていきましょう。まずは無料分から。ツイッターとかでこの無料分で引いている人をよく見かけるので、私も便乗して引いちゃいましょう。前回に引き続き静かなスタートですね。まあ、そんなに甘くないですよね。はい、それではここからが勝負。10連で白ウサギ引いちゃいましょう。それではシェリルさん、お願いしまーす。静かだー。悲しいな。残念、星5プレートは引けず。でも、衣装プレートが引けたので解放はできますね。これは黒ウサギリベンジがしたい。10連じゃ何も引けないかもしれませんが、あのエッチなシェリルさんが欲しい。ということで、残りの10連分を黒ウサギでいきたいと思います。前回全くかすりもしなかったので、今度こそ頼むよ、シェリルさん。行くぜー、おやー。残念、エッチなシェリルさん、さようなら。そしてありがとう。はい、それではエッチなシェリルさんではありませんが、可愛らしい衣装に身を包んだシェリルさんを解放していきましょう。できれば超デカルガチャの衣装プレートも同タイミングで排出してくれよ。歌マクロスさん頼むよ。はい、アイテムを使いましたが、エピソード完全解放ありがとうございます。いいわね。いいですね、当時地元の映画館でやってなかったので、わざわざ池袋まで行ったのが懐かしいです。さていかがだったでしょうか。今回の歌マクロス実況。今回はゴールデンウィーク第2弾、白ウサギシェリルさん実装でしたが、急遽リベンジをした結果、残念ながらどちらも引くことができませんでした。しかし、いつか黒ウサギを手に入れるその日まで、石を貯めて準備を整えておきたいと思います。それと、恒例ではありますが、無料10連の方も動画作成してますので、お楽しみに。ぜひまた見に来てください。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。